香川県の高松市で行われている八島三条ライブイベント天空ミュージックは、音楽とともに八島の新しい風景を作ってきました。多くのミュージシャンを迎えた天空ミュージックも今年で10周年を迎えました。それを記念して、このイベントの企画に長く関わってきたミュージシャンの小倉弘和さんに、八島に似合う音楽を作曲していただきました。八島三条交流拠点施設が2022年に誕生します。八島の次の物語が始まります。お楽しみに。